ついにやったのだ。俺はドラえもんの秘密道具も好きでいろいろ研究してきたのだ。そしてついに完成したこの飲み物、その名もウソセブンOOなのだ。これを飲んで喋ると喋ったことが嘘になるのだ。ただし効果は7回まで。出来たてほやほやのこれをひとまず箱に入れておくのだ。言ったのだ。俺の貴重な休日にドカドカ土足で入ってくるなのだ。ちゃんと靴脱いで入ってきたから大丈夫だよ。そういう意味じゃないし、やっぱりお前はアホなのだ。まあまあ、いつも暇な時はチャックン家に行ってるんだけど、今日はママとお出かけなんだって。だからこの研究所に遊びに来てあげたんだよ。シオンはレオくんとデートだし、私も暇だからついてきちゃった。暇ってお前たちの暇つぶしに付き合えるほどこっちは暇じゃないのだ。俺は今日も発明に忙しいのだ。なんかすごい発明でもできたの？ねえ見せてよ。見たい今完成したばかりのウソセブンOOだけど、こいつらに教えて面白半分に使われちゃかなわないのだ。もったいないから教えてやらないのだ。いや、まだ開発途中でお前らに見せるものなんて何もないのだ。エイジ君、お友達が来てくれたならおやつでも出しましょうね。いや母さん、こいつらはすぐに帰らせるからいらないのだ。いただきます。お気遣いありがとうございます。お前たちどこまでもずうずうしいやつらなのだ。母さん、本当に持ってこなくていいのだ。いいじゃんね、せっかくママがどうぞって言ってくれてるのに。それにしても喉が渇いてカラッカラ。なんでもいいから飲み物ないかな。このドラえもんのお弁当箱みたいなの何？ちょっと開けてみようっと。なんか美味しそうなジュース見つけ、赤い色だからいちごジュースかな。いや、もしかしてスイカジュース？まあなんだかわかんないけど飲んじゃおうっと。ケイちゃん、いくらなんでも勝手に人んちのもの飲んだらダメだよ。エイジ君戻ってきたら怒られちゃうよ。おい、何このジュース、甘くないし薄い味だし全然美味しくない。もうエイジんちってもっと美味しいジュースないの？まあ、いらっしゃい。エイジにこんな可愛い女の子の友達がいるなんて私も嬉しいわ。母さん、この子我が息子ながら全く可愛げがないし、発明オタクで全然面白くないでしょう。はい、さすがお母さん、よくわかってらっしゃいますね。だからこいつらには何も出すなって言ってるのに、なんで無視するのだ。まったく。エイジママ、何か美味しい飲み物はありませんか？ちょっと口直しがしたくて。口直し？まだ何も食べてないけど。まあいいわ、わかった、持ってくるからちょっと待ってて。いただき物のとっても美味しいジュースがあるの。やったー、今度こそ美味しいジュース。はい、どうぞ。これとっても美味しくてエイジも大好きなのよね。3人で一緒に飲むといいわ。はーい、それじゃあ遠慮なくいただきまーす。ほんとだ、このジュースとっても美味しいよ。ほんと？じゃあ私も。これのどこが美味しいの？まずい。お前たち勝手に人ん家に来て美味しいだのまずいだの、もう怒ったのだ。お前たちはもう帰れなのだ。私美味しいって言ったじゃん。ケイちゃん、嘘つかないでよ。本当に超まずかったよ。おかしいよね。私も何度か飲んだことあるけど、すごく美味しいのにどうして本当にまずいわ。俺も飲んでみるのだ。確かにまずいのだ。いつも美味しいのになんでなのだ。まだ口の中にまずい味が残ってる。そうする。ちーちゃんち久々に行きたい。よし、それじゃあそうしよう。ただいま、リオンを連れてきたよ。リオンがうちで遊びたいんだって。いや、遊ばない。ちーちゃんちでなんか全然遊びたくないよ。なんでそんな嘘つくの？嘘ってなんで？さっきうがいもしたいし、うちに来たいって言ったじゃん。そんなこと全然言ってない。ケイちゃんの嘘つき。そんな、どういうこと？なんかさっきからおかしくない？あんなに美味しいジュースをみんなまずいって言うし、リオンだってうちに来たいって言ったから連れてきたのに、もうわけわかめ。いいや、今日はもううちでおとなしくしとこう。私もリオンちゃんと遊ぼうと思って出てきたのに。ほんとよ、喧嘩でもしたの？知らないよ、もういいの。私今日はもう家で大好きなマイクラする。やったです。それならマイクラ私に貸してください。お姉ちゃんがやってるの見て一度やってみたかったんです。サリー、何言ってんの？今お姉ちゃんが言ったこと聞いてたわ。今から私が一人でマイクラするんだよ。だから早く貸してください。ああ、何するんだよサリー。あんたこそ何言ってんの？今自分でマイクラ大嫌いだからもう遊ばない、外でみんなと遊ぶって言ったばかりじゃない。そうですよお姉ちゃん、嘘ついたらいけませんよ。ママ、これのやり方教えてください。はいはい、一緒にやりましょうね。さあケイ、外で遊ぶんでしょ？早く行ってらっしゃい。何なの？さっきから私がするって言ったことと全部反対のこと言って、もうわけわかんない。まあいいよ、外行ってくる。あら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 、ケイったら何怒ってるの？女の子はいつもニコニコスマイルが大事よ。そういうのはいいから。ってあれ、おばさんたちどこ行くの？私暇だから一緒に連れてってほしいな。いやだブー、家族だけで行きたいだブー。ドロシー、そんな意地悪を言うもんじゃないよ。ケイも一緒に公園に行ったらいいよ。おじさん、おじさんは優しいな。私が行きたいって言ったらいつでも一緒に来ていいよって言ってくれるよね。何を嘘言ってるんだイエイ。俺は優しくなんかないイエイ。K は行かなくていいイエイ。俺たちだけで行ってくるイエイ。待ってよ、今一緒に公園に行ったらいいって言ったのはおじさんじゃん。やっぱりなんかおかしいおかしい。エイジンチであの変な飲み物を飲んでから、私が言ったこと全部反対っていうか嘘ってことになってる気がする。ちょっと試してみるか。あそこにいるのはレオとシオン。よーし、やっほー。あ、ケイだ。お前リオンとエイジのとこに行ったんじゃなかったのか？それがいろいろあってね。よし、ここで私の言ったことが嘘になるか試してみよう。それにしても相変わらず超ラブラブなお二人さんですね。デート楽しんじゃって。はあ、何言ってんだよ。俺がこいつとラブラブなわけないだろ。嘘つくな。そうよそうよ、レオとデートなんかしたってちっとも楽しくないわ。ふん、もう帰る。俺も。やっぱり私がラブラブって言ったからラブラブじゃなくなっちゃった。なんでこんなことになったのかわかんないけど面白い。あら、ケイじゃない。せっかくのお休みなのに一人で何してるの？私は塾の帰りなんだけど、いつも頑張ってるからってママが今からお洋服を買ってくれるのよ。ふーん、お洋服ね。そうだよね、エマはいっつも100点ばっかりだもんね。塾のテストだってもちろん全部100点なんでしょ？ねえ、ちょっと見せて見せて。もちろんいいわよ、当たり前に100点だから。ほら、100点じゃないよ。嘘、私は絶対100点よ。0点？なんでどういうことかしら。なんてどういうこと？お洋服買うなんてもうなしですからね。そんなマム、これは何かの間違いよ。私は絶対100点だもの。私が100点って言ったから0点に。本当に言ったことが全部嘘になるんだ。ああ、今度はチャックだ。おいチャック。キュー、今日は一緒に遊べなくて残念だったぜ。だけどマミーがたまには買い物に付き合ってって言うからごめんだぜ。うん、いいのいいの。おかげで面白い体験ができてるしね。うん、これはめちゃくちゃ美味しいケーキ屋さんのケーキ。食べたいな。オーケー、このケーキが欲しいのかだぜ。でもこれはマミーが行列に並んでやっと手に入れたケーキだから。チャッキー、お待たせざます。誰と話してるざますか？もう K だったざますね。ああ、もしかして K、 このケーキを狙ってるざますか？そうだ、ここでいいこと思いついた。チャックママは私のこと大嫌いだから、この美味しそうなケーキ私にくれるなんてことは絶対にないよね。 K、 私はあなたのことが可愛くて可愛くて大好きざます。本当の娘のような気がするざます。このケーキもよかったら K に全部あげるざます。ぜひ食べてざます。本当にいいですか？ありがとうチャックママ。へへ、予想通り。もうマミーがいいなら俺はそれでいいけど、 K よかったのだぜ。うん、それじゃあ喜んでいただきます。どうぞどうぞざます。くっそうなのだ。 K のやつどこに行ったのだ？どうしていつも美味しいジュースがまずかったのだ？俺が大事にしまっていた嘘セブンオーオーが開いている。そして触られている。そして空っぽになっている。誰がこんなことを。あー、だからなのだ。あいつが美味しいって言ったから、あのジュースがまずくなったのだ。こうしてられないのだ。おしゃべりでいたずら好きのあいつは今頃大変なのだ。まさかのケーキもゲットしたし、満足満足。あのキラキラかっこいい姿は私の大好きな YouTuber 空くん。こんなところで出会うなんて運命だ。それに今私には不思議な力がある。だからあなた全然人気のない YouTuber の空くんですよね。私あなたのこと大嫌いなんです。チェキ会だってもちろん一回も行ったことないし、こんな私彼女になんか絶対したいって思わないよね。今の言葉全部嘘になって大人気の空くん。私あなたのこと大好き。チェキ会は毎回行ってるし、あなたは私のこと絶対彼女にしたくなるって空くんには聞こえたはず。ああ、ちょっと君、俺に喧嘩売ってるの？彼女どころか、そんなに俺のこと嫌いならさっさとどこかに行っちゃって。そんな私が言ったことは全部嘘になるんじゃ。どうして空くんには聞かないの？やっと見つけたのだ。今の会話でわかったのは、お前はあれからもう7回嘘を喋ってしまったのだ。あの薬の効き目は7回までなのだ。だから嘘セブンオーオーっていう名前なのだ。それじゃあ今日のことは絶対に忘れないよ。君、もう二度と僕の前に姿を現さないでくれ。そんな嘘をつきまくった自業自得なのだ。だけどそんな発明をした俺、すごいって思ってくれたら評価を是非なのだ。それじゃあバイバイ。